スを落とすべきなのだろう。一つ一つ噛み締めながら、ながら僕も終わり。季節を感じ、風を感じ、緑を見よう。ちょっとね、ウクレレを弾く時間がなかったのですね。というのは、先週、マシュっていうか、藤井隆さんのなんだかんだをやったら、マシュのベストヒット TV のことを思い出して、で、さらにその、マシュの後にやっていた、まあ、関東地方だけかもしれないんですけど、堂本剛の正直しんどいっていうのを、思い出しちゃったら、あれ全部私コンプリートして録画してたやつがありまして、で、しかもデータ化してたんですけど、ずっともうハードディスクに入れたまんまで全然見てなくて、あ、なんか懐かしいからちょっと見てみようかなと思って、どうせなら Mac で見ようと思ったら、Mac が、私 Windows メディアビデオ方式で保存してたら、Mac のクイックタイムじゃ見れないってことで、もう、344回分、なんかスペシャルとかもいろいろあって全部をこの度 WMV から MP4 形式に全て変換するという作業をずっとやってまして、で、まあ実際ね、直したんですけど、直した後になんかどうせならパソコンじゃなくて、そういえば私子供にウォークマンもらったなと思って、で、そうだウォークマンで見れるようにしようかなと思って、で、ウォークマンに全部入れまして、で、こんな感じで、見れるんです。はい。堂本剛の正直しんどい。はい。これで、ずっと秋の夜長楽しもうと思います。画質がもともと小さくで撮ってるんですけど、ちょうどウォークマンで見るにはいい大きさかなと思って、スマホだと逆にもちょっと汚い感じ。スマホだとちょっとこれぐらい大きいから、逆にこれぐらいちっちゃいウォークマンの動画で見るといいかなっていうのと、あと、この他に、まあ、こっちにワイプに載せますけど、この堂本剛の正直しんどいには、竹内優子さんが出演してまして、で、その時の動画を、まあ、ちょっとワイプに、
も入れるぐらいだったら、ちょっと大丈夫かなと思って、入れてみました。で、ちなみにこの第1回のゲストが、ココリコの田中さんなんですけど、その田中さんが第1回のやつと、ワイプと、竹内結子さんが出た。のと、で、この3人は、ね、学校の先生っていう、東芝の日曜劇場で共演してまして、実はこの、近畿技術のヘイ、みんな元気会は、この主題歌だったんですね。うん、それで、今日やってみました。はい。それで、まあ、あとは、この、正直しんどいを編集しようっていうきっかけになった、マッシュとの、コラボの企画っていうのもあったんで、で、私、マシューのアニメの絵がすごい好きだったので、それと、それのコラボの絵もちょっとここに、それは、動画のスクショをしたんですけど、それもちょっと載せてみたいと思います。そんなわけで、今日は、近畿キッズの、ヘイ、みんな元気会をお送りしました。それでは、どうもー。